ミカト、初めてにしてはすごく上手。手先が器用なのね。ふん、何さ、面倒な部分は私がやっておいたからうまくできたんでしょ。だから、そういうこと言わないの。これはミカトにあげたの。ほらミカト、着てみなさいよ。見せて見せて。逃げるなミカト。実は今二人で。ああいやちょっと散歩をしてたのさ。健康にいいんだよ、忍び足の方が。いいか、ミカト、ナコルルたちには言うなよ。黙ってるんだ、約束したからな。ミカト、捕まえた。観念しろ。さっさとこっちに来なさい。すっごい、ミカと似合う。もしかしてリムルルよりも可愛いんじゃないの。マナリ、それどういう意味？まあまあリムルル、でも本当に可愛いわよミカト。Thank you.
綺麗。うん、素敵だね。姉さま、ちょっと着てみせてよ。え？あ、私も見てみたいな。いいけど。
できたらいいの？手伝ってあげる。出来上がり。うわあ、みんな似合う。へへん。どう、お姉さま、似合う？私はどう？ええ、とってもよく似合うわ。姉さまもかわいい。似合ってるよ。そうかしら。少し寒いわ。着替えましょう。私もっと着ていたいよ。私も、イアタムに見せてあげたいな、なんて。気に入ったなら、あげるわ。本当に嬉しい。姉様ありがとう。大好き。じゃあ今日はそろそろ終わりにしましょうか。そうだね。元の服に着替えないと。ところでミカト、あんたは誰が一番似合うと思う？何？どうしたの？
け。誰がお前のつまんねえ裸なんか見るかよ。女の子が着せ替え大会をしているとなれば、それを見に行くのが男の義務ってもんだぞ。何を開き直ってんのよ。準備ができてたら見ていいのか。見ていいわけないでしょうが、こいつら懲らしめてやる。待って、理由を聞きましょう。どうしてこんなことをしたの。いや、春の精霊に導かれてついフラフラっと。そうなんだよ、春風のいたずらみたいなもん。春の精霊は覗きなんてしません。そうだそうだ、あんたの頭の中が春なんだよ、このチャランポラ男め。いや、ほんとさ、春の精霊がナコルルもマナリも綺麗だから見てみろって俺に囁いてきたんだよ。そんなこと言ってもダメです。ダメです。いや、お世辞じゃない。本当に二人は綺麗だぜ。可愛かったぞ。ついでにってなんだよ。それに姉様たちは綺麗で、私には可愛いって、この違いは一体何？そんなの決まってんじゃん。嘘だよ嘘。マンダムヤルプシカヌイエビシ。さあ、
おい、リムルル、何でもいいからこの氷を何とかしてくれ。寒い。冷たい。ハクション。おい、お前、見てないで何とかしろ。